わしやがなマフィアカジットです。わしやがな中村ゆうちです。お願いします。いやー、明けましておめでとうございます。まあ明けましたおめでとうございます。はい、はい、このくだりやったんだかやってないんだかみたいな感じなんですけど、多分だいぶ遅いと思うけど、でも一応ね、タイミング的にはね、はいはい、ということでね、うん、お正月遠く過ぎました、はい、けども福袋的なもの探したいっていうのを常々言ってましたけども、うん、そうですね、まあ、一つね、うん、あるにはあったのよ。福袋的なものなんか的なものってわざわざ言う時点でろくなものではないんだろうなって気がする。いや、実はですね、某店舗さんでですね、はい、ええ、びっくりマン1000枚っていうのがあってですね、サンキュッパなんですよ。サンキュッパ、はい、3000じゃないですよ。39,800円。はい、バカじゃないですか1000枚のカードを39,800円で買ったんですか。シールですけどね、買ったんですよ良かれと思って。マジで。で、はい、それをまあ届いて随分経ったんだけど、はい、開封をね、はい、まあしようと思ったわけ、はい、ちょっと見てみたいという、まあ、要は新品、今まで新しいものを開けてきたけど、うん、昔のやつを振り返りたかった俺個人的にね、うん、それでまあわしゃがなマネを使わせていただいたんですけど勝手に、はいはい、1点ですねちょっとあってですね、はい、やっぱりこういうわしゃがなのチャンネルをフォローしてるとね、おすすめでよくビックリマンの動画がおすすめされるのよ。まあそりゃそうでしょうよ。でこの間某店で買った39,800円ビックリマン1000枚買ってみましたっていう動画があったのよ。あれ、えつまり誰かがやってるんだけど、なかなかさんさんたる動画になってまして。なんで結婚に移したんですかこれ。それ知ってる上で。いやいや、じゃあもう買っちゃったから。いやいや、じゃあサンキュッパーをもううやむやにすればよかったか。うやむやにしてくださいよ逆にもうさんたんたるありさまだったんでしょ。サンキュッパーがわしゃがな口座から減ったことに変わりはないんだから。だからまあ一応今回開けますけど、はい、もうね、えらい結果しか起きないってのは、はい、他の人柱が証明済みだから。もう証明済みで、その人もなんかたまにその人の動画見て楽しんでるんだけど、はいはいはい、いつもなんかね、結構ね、これレトロ系の開封やってる人たちってすごいポジティブなの。ポジティブ、あんま悪く言わなかったりとか明るく進める人が多くて、はい、なんかね、俺見てて心穏やかになるから好きなのよ。なるほど。そう、内容もあれだけど、そのチャンネルのね、はい、YouTuber としてやってる人たちとか、うん、投稿してる人たちのなんか人間性が好きで見てるところもあるんだけど、トゲがないっていうことです。そうそうそう、なんかその分ね、めちゃくちゃ落ち込んでるところを見ると俺も落ち込んだぐさっときた。え、ちょっと待ってください、あの三端たるありさまっていうのは落ち込む系なんすか。もうあの、まあ、やっぱりさ、普通にやっててさ、もう39,800円なんてえらい金額ですよ。えらい金額ですよ。それでえらいもん届いてごらんなさいよ。そんだけの価値はあるんでしょ。39,800円さあ見ていこうか。これで1000枚なんだよ。まず量にも驚かない。まあ量にも驚きますし、この放送にも驚きますよ。で俺が1点すげえ気になってるのがね、はい、こういきますよ、こう裏見せますね、うん、これね、こっちはこれビックリマンなの、はい、シンクロ X って何って感じ。いや言われても知らないですけど、ビックリマンのシリーズじゃないですか。で俺分かんなかった、シンクロ X、はい、と思って。で俺確かに正面見たらこれビックリマンじゃないなと思ったの。 UI が違いますね。そう、UI っていうのこれユーザーインターフェースじゃないの。まあ、なんか配置がね、ゲームの、ね、そうつい UI って言っちゃうんですけど、何かが違うのよ。デザインが違いますね。調べたところですね、うんうん、このシンクロ X っていうのが、うん、ビックリマン2000っていうのがあって、はい、それが完結して直後2002年9月に登場した新シリーズ、はい、違ったキャラクターものってことはビックリマンではない。これね、ビックリマンじゃないんですよ。39,800円のうちビックリマンじゃないものが混じってんですか。そうなんです。詐欺やんけ。恐ろしくない。いや恐ろしいところの話じゃないですよ。こんなもん突き返していいレベルのやつでしょ。さあ開けていくよ。開けんの。もうそこはもういいですよ。その代わりもこっちもネタにさせてもらいますよ。あれもうあの忖度なしでネタにしますんで。おいいですか。本当ですか。わあ、なんちゅう商売しとるんじゃい。ちょっと驚いたんだけど、うん、じゃあちょっと見ていこうか。これどうやって見ていきますか。この大量のカード、これなんかよく知らないのが、これ何曲がってるっていうか、なんかこれパーツなんじゃないの。これ1枚のカシールじゃないですよね。なんか2枚つながるやつじゃないですか。
でなんかこう切り取ったやつじゃないの。聖戦士タケル、ヘッドロココの魂がタケルを戦士と認めたことにより父トーサンダーの称号聖戦士を襲名。でもこれはビックリマンです。ビックリマンだね。じゃあそのバグ悪魔 VS ギガ天使っていうのは、そうなの、2016年とかって書いてるね。これなんでこんな切れてるような。で次こういうのもある。アクトレス。アクトレスね、はい、アクトレス。あれ、ええダブるの。えダブリありなの。ダブります。39,800円でダブリあり。ダブります。とりあえずもう俺の中でビックリマンと見なさないやつを外してっていい。ビックリマンと見なさない。ちなみに俺はビックリマン詳しくないから見分けがつかないんですけど、どうやったら分かるんですか。どうやったら分かるんですか。そんなもん見分けつくっていくよ、はい、まずこれがビックリマンじゃん、はい、はいはい、これ分かります。これビックリマンですね、はい、これはもう違うじゃん。これはビックリマンではない。ビックリマンプロジェクトって書いてありますけど、いやなんかだから、後から出たシリーズっぽいんだけど、はい、やっぱりそのみんなが求めてるのってこっちじゃないっていう。ああ、つまり同じビックリマン派閥でもその新旧ビックリマンでは違うものなんだよっていう。そうだったらなんかそういう目なんか区分け必要なのかなと思うんだけど、それでもなんだっけさっきの、はい、シンクロ X は違うと思うよ。シンクロ X って書いてんだもん、シンクロ。こっちはまだビックリマンプロジェクトって書いてるからいいけど、これらはビックリマンなんですよ。これらはビックリマン。シンクロ X、まあ後でシンクロ X も出てきたらそれはビックリマンじゃないのかもしれない、はい、ということで、引き続きましてボート。見てくださいこのあのフォント、バンバンのフォント、これひどくないですか。しまおう、しまおう、早くしまおう。はい、これ好きかな、カイちゃん。はい、監視官。はい、次の見て。監視官、はい、監視官ダブリです。はい、はい、監視官ダブリ。はい、監視官ダブリです。はい、監視官ダブリ。山さん、これ以上は、これ以上はさすがに山さん、これはもうこの動画、じゃあもうこうやってまたさ、はい、1回で渡すね、はい、もう文豪ゲーテ回転スッチなんかさ、せめて、同じ袋に入れるにしてもばらけさせてくれればいいのに、きっちり並べよるんだこれ。催眠爆風メイキャップアーティストこれ多分シリーズで、これ、はい、スタイリストやべこいつ、ダブルブッキングってやつがいるけどダブルブッキングだよそれ。こいつレアじゃないですか。レアだね、ダブルブッキング。創造主ですって。天使にも悪魔にも属さないダブル族のヘッド。ダブル族なんかあるんだ。こいつ顔が裏返って天使にも悪魔にもなるんだ。そうなんだ。はい、これ裏ほらほら。裏返しになると、ほら、牙になってるんですよ。王冠のところのデザイン。え？あ、ほんとだ。あ、これ悪魔バージョン。ほんとだ。悪い顔になるんだ。悪い顔になる。で、こいつが今天使バージョンっていうことになります。で、ダブルブッキング。そう、ダブルブッキング。これ裏で顔くるくる回って。ほんとだ、考えるの大変だね、これ。これ、なかなかいい。これなんかね、ビックリマン2000っていうシリーズだね。これはね、昔のにはない感じのキラの。あれ絵柄ちゃうな。まあ、絵柄はね、随分違うけどね。キラ、キラの感じがすごい。ギラギラしてますね。ギラギラしてる。あ、やった。何ですか。やったのかな、ダブルブッキングの、はい、悪魔バージョン。裏返ってる、裏返せる。あ、これすごい、うん、なんで俺はこんなんで感動しなきゃいけない興奮してるじゃないですか。これすごい、これホロでしょ、うん、はい、角度で裏返る顔が。おお、ほんとだ、天使と悪魔の両方の顔になる。やっぱホロいいな。だいぶ擦り傷入っちゃってるけれども、そう、備品じゃないんだけど、うん、てかダブルブッキングがだから2バージョン出てんだ。そうですね。でもこいつなんかゼウス的ポジションなんですかね、このビックリマン2000。ああ、ストーリー的に、うん、可能性はあるね。そうですよね。あとなんか変わったやつ、変わったキラのやついるかな。あ、キラ、こういうダンディー、こういうタイプのキラ、うん、テクニカル KO。 あ、やったや、痛い、ほらダブルブッキングまた。これ、これ悪魔バージョンの普通の。はい。悪魔バージョンのキラーですね。お前ダブルブッキング飽きてんじゃないよ。もうダブルブッキングお腹いっぱいかなっていう。ちょっと飽きて気します。はい。あ、なんかこれは昔っぽさあるね。カリスマデビル。昔っぽさありますね。スーパーデビルっぽい感じになってる、ね、うん。これ知ってる、うん。ビックリマン2000のスーパーゼウス。おー、かっこいい。不思議な配色っすね。なんかフォローもある。うん、スーパーゼウス、これ、これ、ほぼ値段分これじゃないですか、スーパーゼウス。嘘。39,800円。嘘だ。あ、これも。スーパーゼウスだらけじゃないですか。これ気になる。ここにブクちゃんいるの。おっとってやつ？うん、こいつ。
むぐちゃん。ニンニクだろそれ。ニンニク、これニンニクなんですか。ニンニクだと思います。こいつおーっとって言ってるよこいつ。はい。またかよ。ダブルブッキングもういいっすわ。スーパーゼウス Z。おお。これは ドラゴンボールみたいになって。確かに普通じゃないビックリマンですか。またスーパーゼウス。スーパーゼウスなんでこんないっぱいいるの。スーパーゼウス入ってないと多分クレームつけられると思ったんじゃないですか。でもこんなほらキラのバージョンさ、うん、こんな何バージョンもあるんだね。あこれいいな。1000枚もあったらこれは復刻版らしいけど、うん、おなんかこのキラーの感じよくマスタリオスいいですね。なんか綺麗だよね、うん、ホロとはまたちょっと違う感じでね。今のでこんだけしか終わってないんだよ。今ので皆さんここのブロックしか終わってないです。これ長尾さんが見た YouTuber の人は最後までやりきったんですか。やってた。マジかよ。もうパカパカ見てた方がいいね。じゃあちなみにこの中で一番価値のあるものって俺らに判別つくんですか。この探そう探そうか。じゃあこれふわめんどくせえ。今日長いよこれ。俺も見ていいですか。見て見て見てブロック、うん、多分これ時間が、ね、もうなんか気になるのだけピックアップしてみようか、うん、シェアリング俺男梅かと思った最初。俺はこれちょっと好きかもしれないです。日本車から。日本車じゃないですか。日本車っぽいね。パワステの威力は抜群。何の話やパワステって書いてパワステっていう技を使う。そういうこと、うん、これは聖天使タケルがこれさっきなんか半分だけになった妙なカードのやつですよね。ああそこにもいた。でもこれはなんかもうただのシールって感じだから、うんうん、ダブルブッキングまみれ。うわダブルブッキングめっちゃいる。ダブルブッキングめちゃめちゃいる。うわすごいね。めちゃめちゃありますよ。ダブルブッキング誰。これはね見てねなんかその怒りとかそういう感情を起こすのすらだるいね。そうっすね。ただただだるいの一言が似合いますね。この子ちょっと好きかも。この子ちょっとエッチな雰囲気を感じる。そういう目で見るのねビックリマンも。うん何でもエッチな目で見ます。投げるなよ。いや中間さんコレクションしてる。ひよこの仕分けの人みたいな手さばきになってるのが気になるわ。見てくださいこのスーパーゼウス。あれ何これ。リメイクされたやつだ、うん、あこれどうですかこのスーパーゼウス。これ大した価値ないよ。レスキュー天女これも昔のやつじゃない。昔のやつ分かってきたじゃん。さすがにこれ傾向がつかめて違いが分かったじゃん、うん。俺はもうさっきから、うん、カジャ君のさばき方だけが引っかかってるけど。さばき方は普通でしょ。そんな変わったさばき方してないですよ。弾き飛ばしてんじゃんだって。もうぽい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 さ。これでね、まだ半分いってないから。あのね、本当の吸盤がない以上ダメだね。本当の吸盤ってどうやったら分かるんですか。裏が、うん、裏の作りが違うから。裏の作りが違う。俺じゃ見分けつかないんだよな。これもこういうホロが。でも新しいのは新しいのでホロの種類増えてるのは子供は嬉しいだろうな。そうですね。もう昔よりね。だってこんなさただの頭の中でじいさんのシールなんか何も嬉しくないわけよ。お存送料でも得が高そうですね。俺こいつ結構好きですよ。貧乏ゆすり両足でしてんじゃん。じゃあ包丁持ってるよ。俺完全にってますよこいつ。ほら大丈夫。間違いないですよこれ。使えねえから。いやこれ反り込み見てる。 やってるよそいつは。やってるけどこいつ。やってるやつだけどダメだって、うん、もう、まあ、貧しさに負けた。いいえ試験に負けた。ポリス検定試験に9度落ち。サポーターを断念。ひねくれて的族リターンのフーリガン。それでそっち行っちゃったんだ。悪い方向行っちゃいましたね。自暴自棄になっちゃったかわいそうに。どうこいつのシールどっか貼っとく、うん、いいっすね。貧乏ゆすり。貧乏ゆすりちょっと取っときましょう。ちょっと取っとこう。俺このバカだ大将ってやつ、うん、俺こいつ知ってんすよね。知ってんの、うん、こいつなんかあの漫画かなんかに出てきたの見たことある気がするんですよ。ビックリマンの漫画かな。だったのがボンボンとかね、うん、コロコロボンボンとかそれだよね。こいつ結構メインキャラっすよねバカだ大将。そうなんだ。俺なんかこいつすげえ見覚えあるんですよ。ここにもバカだ、うん、ちなみに軍曹だけど。あじゃあこいつ出世してんじゃないですかバカだ大将に。ほらほらそう俺が知ってんのこのバカだ軍曹ですよ。でポスチパワープワンなんだ。大将になるんだ。上り詰めたバカラ軍曹。あれこのオゾン小僧ってさっきのやつの進化前じゃないですか、うん、ああですよ。ああ本当だ。進化前進化後ですよこれ。それが部下かこれ。オゾン小僧は裏書いてる。あ若き姿ですってオゾン僧侶の。揃っちゃいましたね。オゾンコンボが完成しましたね。一応こいつ頭にね日焼け止めローション塗ってる。しょうもない。オゾンなのに。しょうがない。自分がオゾンなのに。はい。これはドサッといきましたね。
これ今日帰れるかな。カリスマデビル X 目をつぶってます。さっきのやつやん。これカリスマデビル X 目をつぶってますよ、ちゃんと。なんで目をつぶってるんですかね。進化したね、ちょっと斜め上のなんかこう楽しみ方が、そう、楽しみ方というか、確かにな、デザインをやっていきますよね。これ野生のインフルエンザって何ですか。インフルエンザ野生もクソもあるんですか。なんか気持ち悪いなんか体気持ち悪くない。出来損ないのチートスみたいなやつですね。眉毛剃ってるしさ、流感マダムのペットですって。なるほどね。流感マダムってキャラがいんの。います、あの病気のやつ。流感ね、流感、はい、流感って聞こえたんだよ。流感マダムです。クリア受信、なんか90年代アニメーションって感じです ね, ね、いいですね。別バージョン、まあ、目つぶってるバージョンとかで普通にあるんだ、うん、ちなみに受信と送信もいたよ。本当だ。あれですね、カードの事情かもしれないけれども、うん、兄弟とか双子とかのカードって多そうですよね、バリエーションつけるために。考えるのめんどくさかったんじゃない。めんどくさいですもんね。自分で今のところお母ちゃんの一番の日って、うん、この貧乏ゆすり一番なんだけど。もっと、もうちょっとだろう。俺結構ツボでしたね、うん、貧乏ゆすり、うん、これ、これ一枚でね、今挑んでる感じ。スーパーゼウス出ましたよ、シンクロ X。 野球10米シンクロ X、 これシンクロストーリー。それなんかもう違うやつじゃない、うん、キャラ。もうビックリマンではないですね、これシンクロ X。 完全にね、うん、完全に別のやつですね。これどう、仲良し中吉。うーん、ない。見えない。中村さん、バカな大将また進化しました。嘘。バカな棟梁に。いや、流れおかしいだろ。多分引退して棟梁になったの。棟梁になってます。軍を引退した後に棟梁になったんだと思います。これそう書いてあります。書いてません。書いてません。違うんだ。熱きヘッドが今立ち上がったって書いてある。バカな棟梁、軍曹、大将、棟梁と言ったのかな。これは初期のやつじゃない。これも復刻。あ、それ初期。これ復刻。これ初期、うん、でも復刻。まあ、でも復刻。天井ポーチは可愛いな。あ、映画確かアニメっぽいね、すごい。天井ポーチ好き。ヤマトバクシン。あ、ヤマトバクシン。ヤマトバクシン。ヤマトバクシンはでも本来これじゃないからやっぱり復刻だね。あ、中村さんのお眼鏡にかなうやつがなかなかいませんね。いないよマジで。しかもさ、これ真ん中の方になったら途端にさ、うん、光物一枚も入ってないんだよ。まあほら、あの側だけ綺麗に光らすときは買うやついるんで。で、カジャ君みたいなやつがいるんだろうな、この作った中に。まあ、あの俺がこれ同じもん売るときでも同じテクニック使うでしょうね。長間さんみたいなやつが買うんで。長間さんみたいなやつ。俺みたいなのと、あとあの YouTube やってるやつ、うん、あの YouTube みたいなやつ買うんで。あの人本当なんか動画の声力なくてかわいそうだったもん、うん、コメントもなんかこれは大変でした、うん、でも何々さんのおかげで買わなくて済みそうですって書いてあった。あ、出ましたよ、流感マダム。あ、こいつの飼い主、こいつのペットなんだね、さっきの。野生のインフルエンザ。野生のインフルエンザ。野生っていうのはマジで意味わかんないけど。ちょ、マジで、うん、マジでもうこれ最後のブロックになったよ。なんだかんだもう見切るよ。うん、これに至っては舐め倒しますよね。ハズレマゾーって。ハズレハズレってなってる。あ、ブクちゃん。ニンニクマンスケ。ああ、そうです。ニンニクマンスケ。こいつか。ブクちゃんと見えたの。じゃあ、それも貼っとこう。うん、ブクちゃん、ブクちゃんとして貼っとこう、これ、うん。ブクちゃんとしてね。ね。これはね、カイジャ君ね。うん、ダブルブッキングが1枚2000円とかしない限りはもう無理だよ。39,800円 の, あの査定の基準を聞きたいですね。何を査定してそうなったのか。そんな気がしたみたいなことで。気がしたダブルブッキング死ぬほど出る。ダブルブッキングはね、うん、1枚あたりだいたいね100円から500円だね。ってことは39,800円の値がついてるのはこいつではない。いや、そいつなんじゃないかな。マジ。オゾン総量がワンチャン高いってことあります。オゾン総量ね、うん、オゾン総量、はい、180円。ってことはダブルブッキングと同じくらいの価値があるってことですか。でもね、ビックリマンアートコレクションっていうのがあってさ、はい、俺これ欲しいな。ちょっとまだ懲りないぞ。見てみて、オゾン総量。多分人気キャラなんでしょうね。すごい良くない。これめちゃめちゃしっかり買えてるじゃないですか。これいいよね。中国画ですよそれ。ビックリマン2000、うん、アートコレクション7、オゾン総領。これめっちゃいいわ。オゾン総領、もしかして有名キャラなのかな。全部見ましたよ。とりあえずどうしますこれ。収穫かこの2枚かな。そんだけ開けて、この2枚が当たりって。
まあ、少なくとも俺が見た中で貧乏ゆすりはダブってないです。いや、貧乏ゆすりなかったよね、うん。俺も見た中になかったから、これ。いや、こいつだけダブってないです、貧乏ゆすりは。だからお気になるだけの理由がありますね。ちょっと待ってね。びっくり、今。出てくんのかよ、そんなカード。75円。75円っすか。むしろ随分と細かく査定してんすね、ビックリマンって。あります？この有名キャラクターたち、まあね、我々の個人的に当たりはそれですからね。そこと戦えるのはやっぱこの2人ぐらいしかいないよね。いないな。千葉茂さんの下でいい？恐れ多いわ。あとはこのブクちゃんを、ブクちゃんほらお守りだから透明なんだよし。あ、本当だ。お守りの本来の使い方ってさ、こうやるんだよ。この緑のゴブリンをさ、悪魔をなんとかしたいときにこう、はい、こうやって貼るのよ、はいはい、あ、お守りってそう使うんだ。そう、なるほどな。本来ね、リリスに貼っとこれいい、これいいじゃないですか。岩見天女泡のお店ですよ。沢さん、それ泡のお店ですよね。確かにそうだ。ですよね。これ分かんないと思ってこんなもん作ってんだ。子供に向けて何作ってんだ一体。びっくりマン、これ買っとこう。岩見天女とこの貧乏ゆすりの並び嫌なんだけど。ストーリー感じますね。だからドラマを感じて嫌なんだ。ストーリーを感じる、うん、なんだかんだ楽しめましたね。なんだかんだ楽しめましたね、これ、39,800円分楽しんだかどうかっつって、なんともく。いや、だからこれはもう別に俺らに向けての39,800円じゃなくて、見てる方たちね、39,800円、皆さんがこれざまーとかね、なんかいろんな感情芽生えたと思うんですけど、はい、そのために僕たちは今確かにね、この1000枚を閲覧していったんで、はい、これね、大変興味深い動画になったかと思います、はい、さっきのフォローちょうだい。フォロー、フォロー、もうどれがどれだか、どれがどれだか本当に、うん、まあそんな感じなんでね、はい、引き続きわしゃがな TV をよろしくお願いします、はいはい、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくね。高評価とメンバーシップもよろしくね。